どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、皆さん東京ゲームショウ2015クラッシュオブクランご覧いただけたでしょうか。そちらで、第1日目のメッセージロジックドネイトーズ VS、キヨキヨ&ジョー軍団で出てきた最高の配置ということで歌わさせてもらいました。そちらの配置がこちらです。ドドンと、まあそうですね、この配置ですね、あのロジックドネイターズトミーさんから星2で、まあ、抑えられたというんですかね、まあ、まあまあという感じでございますけれども、この配置です。まあですね、今回壁が25個増えて、どういうまあその変更点だったかと言いますとですね、やっぱこういう風にまあ、巨大爆弾とかテスラあんじゃねみたいな 2×2 のマスっていうのを増やしてみました。そしてまあその増えたベースは増えた配置に関してはこの下の方に置きました。まあ、このですね、まあ、配置どのように強いかと言いますとですね、やはり面が取りづらい、やはり陸攻めするときにウォールブレイカーで穴開けをするんですけれども、その穴開けをミスった瞬間終わりますよね。まあ、そのリカバリーの、ジャンプのスペルとかを使っていくんですけれども、やはりどれだけ敵に事故をさせるかっていうのが重要となってくるのが、まあ、陸攻めの対策ですよね。こちら、下から行くとなんかハマりそうですよね。下から行くと、まあ、アーチャークイーンや巨大クロスボウ、そしてインフェルノタワーも平行に攻めなくちゃいけないので、下からはきついのではないかなと思いますね。そして上からもですね、来るとは思うんですが、こちらを中心部に来ると思います。まずここのですね、壁を中心に取って、まあペッカとか来ると思うんですよ。そしてこっちにもですね、穴開けをするんですが、やはり穴開けをしてしてもですね、第一段階の壁がここじゃないですか。でここで穴開けをしようと思っても、やはり、まあその中心部からの攻撃っていうのを受けてしまうので、んー、その穴開けのしづらさっていうのが、目立ちますよね。まあ、ジャンプの呪文をここに打てばいいじゃんみたいな感じと思うかもしれないんですけれども、ここでジャンプの呪文を2発使わせることが重要なんですよね。まあ、敵の呪文の数を減らすことができると。まあ、上から言ってもやはりインフェルノタワーが平行に、立っているので、やはり厳しいのではないかなと思いますね。やはりこういう配置に関してはサイドから行くっていうのが非常にまあオーソドックな、形となっております。まあそうですね、やはりサイドから、1時、4時を、そして3時をですね、中心部にしていくと、やはり面が取りづらいと。なんかここでせっかく穴開けしても、ここで穴開けをしないと中に食い込んでいけないと。そしてこちらも穴開けで、もう、大変なんですよ。要するに、陸で攻めると面が非常に取りづらいので、星2で、抑えられることはまあまあもちろんですが、星1で抑えられる可能性っていうのも出てきます。そしてまあですね、トミーさんもやっていらっしゃったんですけれども、そうですね、やはりこういう風にここで面を取られてしまうと、厳しいかなとは思うんですが、やはりここを壁、もし、ですね、3時、そして4時半、そして6時をですね、こう面で取った場合、6時のところをですね、ウォールブレイカーが必要ないんですよ。そして中心部なんですが、やはり中心部も穴開けがしづらいということで、そして、3時方向にはウィザードの塔が両方とも立っているので、あ、この距離だと届かないですね、立っているので、やはりウォールブレイカーでの穴開けっていうのは非常に厳しいです。陸攻めに関しては、ウォールブレイカーを徹底的に潰している配置ですね。事故を生ませるというのがこの配置でございます。そして空攻めなんですけれども、やはり空攻め、今流行りのアーチャークイーンウォークであったりとかもう対策できているかなと思います。アーチャークイーンがこの対空砲に届かないので、しかしここもまあ届いてしまいますけれども、対策できているのかなと思いますね。そして巨大爆弾対策もホグライダー対策としてこのように2連置いております。そうですね、そしてやはり対空爆弾とかはですね、やはり中心部でラバハウンドとかに回収されてしまうので、ガーゴイル、最後のパーセントでガーゴイルでここら辺ちょくちょく削るみたいのを、対策するためにやっております。はい、そしてですね、まあ空攻めなんですけれども、やはり空攻めは基本的には来ないですね、この配置。まあ、トミーさんが今回東京ゲームショウで使った配置はトミーさんやロジドネの方が攻めてくるということで、基本的にはトミーさん対策として、陸系をですね、潰す配置としてこの配置をチョイスしました。ぜひとも皆さんターンホール中の方、この配置一度やってみてはいかがでしょうか。ということで東京ゲームショウ2015で使用した最高のレイアウトと歌っている配置をご紹介させていただきました。よろしくお願いいたします。ということで東京ゲームショウもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。